昼ご飯の時間ざす。はい、じゃあ、はい、今日ね、ドンキテーホで。ドンキテーホ？ドンキテーホで、はいはい、お昼ご飯買いましたんで、はい、食べていきたいぞーし。じゃあ、まず、俺のやつをお願いいたします。これどれですか？それ、まず、おかず、シン、イカリングですね。シンではないけど。ま、マイかな。ああ、シン、イカリング。これ、ハルミさん。ああ、そうです。はい。おかずです。ちょっと待ってな。あ、どうなっちゃう？え、R 君どれ？え、向こう、オムライスです。あ、オムライスですか。はい、一番下ですわ。ちょっと待ってください。特大。ジャンボチキンカツ、はい、私の顔サイズですね。あ、ありがとうございます。端しかないですよ。あ、え、オムライス。だって端しかないですもん。じゃあまあ端で食べます。端でまあ行ってください。こうしようか、分かりやすいようにな。食べてもらって、うん、あ、ええ感じに先寄ったわ。はいはいはい、はい、よし、ではほなちょっと移動しましょうか。はい、これうまいな。あの、ただね、はい、ソースが欲しい。ああ、ダメ。これなんかあの、コンビニのスナックみたいな俺食うてるけどさ。ああ、サイズ見した？うん、あの見せて見せて。俺の代わりでかいね、これ。今まで半分まだいってへんからね。これただね、口の中の水分みんな持っていかないね。飲み物買ってないね。食べましたか？うん、はい、はい、うん、やな、うん、パン横に来たよ。次はこっちだ。鮭とイクラのおにぎり。急にさっきのサイズじゃないからね。めっちゃちっちゃいね。でもここで米来ると安心すんね。うん、うん、来るの遅いけどね。だいぶね。いくら少ない。うん、うん、食べました。うん、完食。おにぎり完食。うん、じゃあ次こちら、チキンナンバー。ここに来てまたあの揚げ物ですよ。あ、これうまい。うん、ご飯ペラペラやな。めっちゃ薄いよこれ。なんか板状のなんかおにぎり。でもこれね、ただほぼ衣。ほぼ衣やったな。うん、大丈夫？うん、今腹なのね。うん、まず4分目ぐらい。うん、うん、いいな。さて次、こちらあった、卵焼きと明太子のおにぎり。別名痛風の友。こんな感じ。うん、うん、皆さんね、いつも、はい、あの毎週1回来て、週に1回撮りに来るんですけどね。はいはい、3、4本ぐらいいつも撮ります。うん、だから編集がクソなんです。いやいやいや、それはあなたのさじ加減でしょ。あまり言わないでください。うん、うん、一番美味しい。一番美味しい。うん。うん。うわ、うん、ドーナツロッカー。ちょっとごめん、開けていただいていいでしょうか。これなんとね、800キロカロリー。マジで？はい。1000超えたね。でも10、いやもう、もうとっくに超えてるよ。すごいね。これ800何本もあんのこれ。うん、いや、常にこれ僕買うんですよ。毎回毎回。もうぶっちゃけ年齢言いますけど、34年。うん。まあ34歳。
34年間このぐらいの食事をすると、まあ完成ですよ。こうなれるよと。はるひくんになりたい方は。うん、絶対な、まあなりたくないって言うけど。うん。甘そう。うん。クリームゴテゴテのこれ、あんなまぐね。グロ。はい、では引き続き食事ですね。あ、食事ですね。次これ何ですか。天丼とカツ丼。うん、ハーフ。これもあの俺はもう昔からこれハーフ&ハーフ言ってたけど、はい、バリ弁当、うん、うん、みたいな感じの。何キロカロリー。これがね678キロ。そんなあんのマジで、うん、よいしょ。ではちょっといただきますよ、ね、これがまたねうまいんよこれ。私もね、うん、お箸でカレーオムライス食べたいと思います。箸で。箸で。しかも冷たいんです、ね。一気に冷えだね。ねえ。うん。いただきます。うん。まあ、冷たいなこれ。うん。うん、半額。天丼でございます。マジで。お勤め品。うわすごいな。もうちょっと減らしてもでもええねんけどな。あでもうまい。おいしい。うん。おいしさは変わらん。ししとうがうまい。うん、甘いな。うん、うん、買いに行こう。うん、一旦ちょっと買い物行ってきます。はい、なんやかんやで家着きましたね。ね、はい。なんだこれ最後。これちょっと待って。何何これ、いろんな弁当もんじゃ焼きみたいなっとる。そういう時もあるよね。これ、これちょっと待って、これ一体何が入ってんのこれ。なんかあの、カツ丼と、うん、まあいろいろ入ってますけど、なんかあの、やっつけ料理みたいな、なんか、うん、あ、いただきます。あー、すいませんな。すいませんな。いいえ、ちょっともうちょっと近くで撮らさせてもらおうかな。お茶が美味しい、うん、ちょっと待ってこれ、うん、焼きそばこれ油できたり。文句言わないの。
1376。完食ということでね。素晴らしい。どうもですか。ということで、今回はるひさんの、1日のご飯の摂取量、はい、見ていただきました。この動画が良かったなと、頭おかしいんじゃないかと言われる方は、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。あかん、うつぶたあかん。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら。